お久しぶりです、今回はデューログ第2弾ということで、久しぶりの Vlog をりょうくんにまた撮ってもらってます。久しぶりです。久しぶりです、はい、しかもさ、はい、今日はりょうくんの地元吉祥寺にお、やってきましてね。いらっしゃいませ。しかも、はい、僕のね、ほんと久しぶりに会う仲良し、うん、親友に会って、うん、あることをしようと思ってますので、ちょっと楽しみにしててください。何するでしょう、何するでしょう。キッチンにやってまいりました。今回の企画は料理企画です。どうも。そして、僕の大学の時からね、お友達でございます、ユダケンです。よろしくお願いします。 TikTok と Instagram と YouTube を、まあ、3つを軸にやってます。ハイカロメシ食堂ことユダケンと申します。よろしくお願いします。あれやってよ。ベリーヤムベリーヤムちょっと無線のやつ最悪や。いや、そう、あのね、まあ、僕2年前に、上京してきて、で、まあ、上京する前もなかなかね、本当に何年かに1回会えてたぐらい、うんうん、大学卒業してから会ってなかったんですけど、 TikTok とかでやってるのを僕知ってたんで、で、まあ、俺上京してその後ユダケンの TikTok とか見てて、もうなんかまたなんかしたいねとか言ってて、それユダケンが上京することになったっていう。じゃあなんか一緒しようよってなって、それでやっと一緒に料理企画こうやってできることになった。嬉しいよ。はい、いや、こちらこそどうぞよろしくお願いします。どこ見てんのこれもあるけどこれもあるけど、やっぱ会う時と違うからさ綺麗な人だな緊張気味なんですが、だから本当に久しぶりに会うから、本当は料理企画だけどさ、なんかすごい今喋り込んじゃってるね確かにね、そうだね。じゃあ喋りながら作って、そうだね、行きましょうか。はい、今日のレシピというか、はい、メニューは何でしょう。今日は2品。2品、はい、1つが、肉巻きモッツァレラ丼を。モッツァレラ丼、はい、かなりこれ、ギルティジャンクなお料理を、はい、作らせていただきます、はい、でもう1つが、まあ、ちょっと小皿的な小鉢的なもので、うん、カニカママヨ、カニカママヨサラダを作ろうかな。カニカマ好きなんですよ。あんまり聞いたことない。カニカマ好き。じゃあそのカニカマと、豚肉、はい、チーズ巻いた丼、はい、やつ作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。ディアログ。じゃあ早速作っていきましょう。はい、ツークッキング。はい。お、カニカマ。咲くのね、そういうタイプのカニカマね。うわー、これ好きなやつ。こうして、これめっちゃ好きなやつ。自炊はたまにするけど、やっぱ簡単なさ、パスタとかカレーとか、最初はね、うん、張り切ってカレーも牛肉をさ、うん、赤ワインに漬け込んで、うん、ああね、ちゃんとね、やってやるよね。玉ねぎもさ、こう飴色になるまでじっくり待って、うん、はいはい、2回目絶対やんないから。最初の方はね、頑張ってたんだけどね。カレーももう次第に作んなくなってきたし、3、4個、うん、3、4個並べて、うん、え、使い箸で、うん、ちょっと押してこうやんの、へぇ、こう、うん、えもうちょい縛いてもらって、縛いてもらって、はい、もうちょい縛いて、おすごい、それで、え、そしたら裂きやすいよ。そんな裏技が、いやーと裂きやすくなるので、すごい。じゃあ、調味料を混ぜますので。あ、食ったうまっ、こいつ今食ったこれでね、完成してるからね、本当はね。調味料は、マヨネーズ、蜂蜜、お酢、マスタード、へー、マスタードと、お好みで、これオプションで、ブラペを、ブラペ、これはもう、いくらかけてもいいから、ね、わかるわ。じゃあ、マヨネーズを、俺はいつもね、かからんのよ。じゃあ、気持ち大さじ1杯お、気持ちね、おお。で、大さじ掴んだ、大さじ1杯の感覚掴んだ、うん、じゃあこれあと5回やってくれる
あ、なるほど、この感じを、うん、そう、あ、いいね、3、4、おお、5、そんなにやっちゃう結構、そう、結構ハイカロだね、本当に。そう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 、え、すごくないこの量。確かに、この量、結構だね。でも意外とね、混ぜたらね、そうでもない。ほんで、スプーンで混ぜるそうや絶対これ箸で混ぜるやつやね。やば、料理せんのバレてるあんな歌うのに料理はこんなんなんか、こいつになるわな。ごめんなさいね、許してね、あの、料理やんない人間だからね。これは美味しいね、もうね、もう美味しい、これだけで美味しい。だってマヨネーズが美味しいもん。じゃあちょっと次、味見しよう、うん、あ、どう、美味しいか。あ、間違いないでしょ。あの、ギルティーだよね。ギルティー、ここにまたさらにあの罪を重ねて、罪だな、ほんとだって、はい、え、完成してんのにさらに罪を重ねてって。小さじ1、はい、まあ、その汚いもので大丈夫です。汚いものでいい、うん、あ、あんまり多く入れんの、あ、いいよいいよ、大丈夫、こんな感じ。蜂蜜ね、うん、あの、戻れなくなるの、甘すぎて食えたものじゃなくなるので。ほいで、ほんで、はい、じゃあ次、お酢を、お酢を、じゃあ俺ここで酢っていうのがポイントな気がするんですよね。こんだけハイカロにしても酢で少しこれで食べやすくするというか、なくなる感じある、全部消える、これで酢飲んどきゃ、だってね、全部消化されてる、そうそうそう、助けてる。蜂蜜と酢って一緒になんか使うことって俺あんま想像つかん。あ、タルタルソースみたいな。あ、うん、レモンと、なるほど、うん、まあ、ちょっと甘みが、そうかそうか、入って、じゃあ最後、あの、これも全然お好みなんですけど、マスタードを、はいはい、マスタードはね、小さじ半分ぐらいな、まあちょっと入れてもらって、うん、十分です。はい、え、そんだけでいいんや、マヨネーズの量に対して。はい、マスタードこんだけ。だからちょっとこう隠し味ぐらいのレベルってこと、うん、そうなんや、隠しとこ隠しとこ、隠しとこ、隠しときます。もっとピリッとしたい人はからしを入れてもらう。お子さんがいるところはマスタードなしで大丈夫。やっぱあるないよと違います。あるとないじゃん、やっぱ全然お酒が進むような感じの味になります。へぇ、つまみにも、はい、ブラックペッパーをちょっと、うん、もう好きなだけ、はい、これがね一番楽しいよ、料理やってて、この、うん、このペッパーミル、この瞬間が楽しいよね。かけすぎ十分じゃない、いや全然いいんじゃない、はい、なんで大丈夫。じゃあ混ぜたら完成です。やば、本当にじゃん、あ、フォークとかで一旦味見します。はい、いかがよ、うまいいな、思い出した、うまそう、思い出した、ゆだけん飯ね、俺ん家で来て飯食って、あ、よくあったんや、そういうこと。いや、大学の時にね、ゆだけん家にずっといたんですよ。あ、そうなんや、サークルが一緒でね、そう、慶応やってて、そっかそっか、ギターやって、ゆだけんがボーカル、ドラムやって、たまにボーカルやったりして、なんかベイマックスの格好、あ、思い出した、仮装っぽいことをなんかしてライブやってて、俺もちょっとそういうメイクしたりし、バンドメンバーもみんなメイクしたんだけど、一人だけなんか全身白タイツこの画体で、しかもあの時もうちょっとあの、そう、今よりね20キロぐらい取ったから、そう、その格好でそのままドラムのとこ行って、たたそういうね、思い出の詰まったカニカマです。おぉえ、このカニカマはどうするんですか。このまま、まあ、小鉢に持っていただいて食べたり、まあ、おつまみで食べてもらったりとか。あ、いいですね。なんか友達来た時とかさ、なんかみんなでこう料理しようぜとかあったら、これやったら、うん、いいよね。いいね。ディアログ。はい。はい。肉巻きモッツァレラ丼、もう聞いただけで分かるね。もうやばい。そうだね。やばいですね。だってこれがさ、2個あることあんまない。ないね。これを半分とか多くてもそんぐらいじゃないですか。うん、これ1個使って、なんだろう、もう1個使おうとしてるんやろ、これ。一応まあ1個で済むんだよ。あ、1個でもいいんだ。うん、まあ、今日はもう2人分だから、ね。特別バージョンで。はい。特別バージョン。じゃあ早速。はい。今回の料理で唯一あの包丁ポイントを持ってきます。豚肉、豚肉切ると思うじゃん。うん、豚肉切るんじゃない、これを切るだけチーズ、チーズを切る、チーズか。あ、もう包丁使いたくない人はこれちっちゃいモッツァレラもあるので使ってもらって。でもこれぐらいだったら手でもいけそうやな、うん、あ、そうだね、まあ絵的にでも。そうだね、うん、俺も包丁使えるぞっていうのを見せとかなあかん。かこる言うなよ、今のセリフかこる震えてるってカメラ。開けます。液が入ってるんで、液だけ捨てて、キャッ、おお、もう美味しい、それで。もういいじゃん、これ切んの。4等分っていうか、1たち、2たちやってもらって。包丁使えんねん、俺。まとめて切っちゃうからね、俺ぐらいになると。使える人は無言でやるんだよ
ほら、来た。はい、もうこれだけ、包丁これだけの。あ、終わり。大葉。はい。大葉さん。ここも使います。大葉好き？大葉好き。あ、よかったよかった。ヘアオイルみたいなやつは何？コストコで売ってるオリーブオイルです。お、すごく、すごいなこれ。すごいいいよ。しかも可愛いね。これがあんまり可愛くない量入ってるんですよね。あ、コストコ。そうなんだ。とんでもない量。いっぱいあんだ。じゃあ、豚バラ肉を、それから使いますので、1枚、2枚、十字に並べてもらって。なるほど。はい、それで、お、正解。はみ出しますけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ここにチーズを、はい、はい、はい、置いてください。もうちょい行く、もう一個行っちゃおうか、ハイカロで行こうよ。し、あ、そうやって巻くの？これ巻けんの？巻ける、巻ける、巻けるんや。こうして、対応力すごいね。ちょっとおもろい絵だね、これね。なんか儀式みたいな、なんかすごいよ。サタン生まれるみたいな、サタンが生まれる。なんかね、なんていうの、七福神じゃない、なんだっけ、七福神違います。七福神はあんたですよ。七福神はあんたですよ。七福神みたいな笑顔してるあるやん、ほら。あれ、なんかいつの間にか大葉が置かれてました。あ、生まれました、生まれました。一番下のところをこう、そうで、返してあげて、こうして、へぇー、わー、強めにいった方がいい。それが繰り返しで、なるほど、はい、そうやって丸くするんや。丸くなっていけばいいのね、うん、これはもうハイカロだ。お肉が多くなる時の注意点は、はい、あの火入れる時、あ、確かによく焼かないと。そうそうそう、中までね。そうなんです。だからなるべく弱火で焼いてあげたら。みんなは2枚でやった方がいいね。そういやいや、みんなにもさ4枚でさせてあげてよ。いや、もうみんなはね、やっぱこう、こんだけ技術ないと無理やから。ちょっと2枚でも少しやってみましょう。はい、チーズ、はい、オーバーもろて、茎ってさ、そう、切ってんの、うん、なんかチーズにして、なんで取んのこれ、茎邪魔なの、あんま食べないよねみたいな、うん、ぐらいの流行ってるぐらいの感じ、取るのが。なんなんその流行ってるって、茎取んのが。その下に巻き込むんだ。いや、もうここは適当で全然大丈夫。時間、あ、時間ない人が。おお、うまい。だから2枚でも全然これぐらいいけるんで。確かになんかバカみたいな。このこのやつバカみたいに、なんかバカ。じゃあワンパクやんこれ。本当ワンパクやん。塩コショウかけて、かけて下味をつけます。まあパラッとやってもらって、やっぱ高めからがやっぱこういうの。高いね。お、高いね。じゃあお疲れ様でした。片栗粉。片栗粉。はい、さっくりまぶして。片栗粉。片栗粉をまぶして、一回まぶしてあげると、あの絡みやすいんですね、タレが。この高い方がいいの。低い方がいいんじゃない。大変なことないか。やってもらって。はい。はい。じゃあ焼きます。焼くぜ。はい、焼きましょう。油は何でも大丈夫です。はい。オリーブオイルじゃなくても。じゃなくてもいいです。入れてから火つけんねや。入れてからで、はい、大丈夫です。大さじ1程度なんで。本当は大さじ1ぐらいがいいよと。えい。えい。まだまだまだ。あ、まだまだまだなんや。はい。あ、先乗っけんの？ここ先乗っけてから。え？そういう。はい。ぶちゃってなれへんねや。大丈夫です。おどっちにしてもこの後最後ね、焼肉のタレとかでこうちょっとしっとり仕上がる。なるほど。中火から弱火の間ぐらい。はい、大丈夫です。いい音が。まだ全然大丈夫です。調理ってやっぱ待つのが大事。ちょっと蒸します。蒸す、はい、お酒、酒か、酒、酒蒸し、はい、おさじ1、おさじ1ぐらいさっと入れてもらって、じゃあ潰った潰った、はい。最近音楽をやってないの？そうですね、音楽はもう引退しちゃいました。カラオケとか行かない？歌のけももう行かないのか。じゃあもうがっつり料理と、はい、仕事で。そう、車を運転するときにはちょっと聞く。うん、歌えるから、一人だから。なんかさ、洋楽歌ってたの？そう、洋楽大好きで、日本語の方がやっぱり歌う、自分が歌うのは気持ちがいい。うん、もう何言ってたの？一番最近歌いやすいなと思ったのはあれ、EXILE の時やった、うん、あ、それか。楽しい、ああいうのが。はい、じゃあ、火が切り替え。もうすごいのよ。じゃあ、ここに油多いのでちょっと取っちゃいましょう。ただのカロリーじゃなくて美味しくてハイカロリーの方が良い。せっかくならね、カロリー取り損になるのが嫌なの。確かに。大さじ1、大さじ2ぐらいいっちゃって大丈夫です。はい、ここでまた油がぶわっと出るので気をつけて。
これこうしなくていい、はい、していいよ。でもこれちょっと馴染んだらあの完成っていう感じか。オッケー、はい、バケモン食ったら、バケモン、うん、バケモンをドーンって乗っける、はい、バケモンってでもさ、うまそうよバケモン。これサイズ感もちっちゃいのちょっと隣に。あ、ダブルでいくんですか。パワチーノ、パワチーノをちゃんと絡めてね。チーズも、チーズ、チーズが出てきた。あーじゃあらら、あーじゃあじゃあ、ネギもね、巻きのうどんを思い出す俺は。ウエストと巻きのうどん、ネギさ、無料でかけ放題。もういいよそんなもんでいいよちょっと料理やってないんで普段。俺もちょっとうどん屋の話懐かしくてマヨネーズ、はい、いいぞ。あーもうその蓋を開ける感じね。定食屋のやつ、最高ラーメン。うわー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 、はい、はい、じゃあ完成です。はい、ありがとうございます。ディアログ、それでは完成しました。はい、完成しました。伊達と一緒に作った、肉巻きモッツァレラ丼とカニカマ、はい、カニカマサラダかな、サラダ、うん、それでは楽しかったです。ありがとうございます、はい、いただきます。おいしそう。飲みすぎるとちょっとやばいよ。おいしそう、いいね。小鉢から食べる。あ、どうぞどうぞ。いただきます。はい、カニカマサラダ。いやもうだってうめえよこれは。もうマスタードシレット追加しとった。うまーい、うまい、うまい。いやマスタードね、ちょっと足したじゃん。足したよね。足してね、いいぐらいのね感じになって、うんうん、変わった、うん、何が変わったかよくわかんけど変わった気がする。おお。料理そういうのあるよね、なんか説明つかないうまさみたいな。確かに音楽だよ、うん、いいこと言うじゃん。やるじゃん。うわこれうまいわ。うまい、マジでうまい。火使わずできるから、ね、うまっ。モッツァレラは意外と進むね、ちょっと伸びない。あ、全然そう言われね、はい、でっかいこれがね、やばいと思うんだよ。これ化け物級のやつ、ね、めちゃめちゃうまいと思うよ。化け物級のやつちょっと火の通り具合確認しながら食べて、恐る恐る食べてください。いただきます。お腹痛くなっちゃう。うん、うわ、肉汁、うん、どう、うん、うまっ。大葉いいねやっぱ、うん、これはもう、うまーい。どうもよ、やばい、うん、悪いもん食ってるっていうのもまた調味料だ、うん、おー、いいこと言うな。これはやばいわ。これはね、特に男の子がさ好きなの、子供、お子さんいる方とか、うん、絶対男の子、部活帰り、ね、うわサッカー、ね、あー部活帰りね、部活帰り、こういうのはマヨネーズもつけて。ハイカロ、うわうわ、ハイカロ、うん、うわ。大人になったね。大人になった。本当に飲みますか。なんか居酒屋みたいな。すごい。私も結婚させてもらって。だってユダケンの今の奥さん俺知ってるよ。知ってるもん、うん、あ、そうなんや。大学の時からそうそうね、知って知ってる知ってる、よく来てたよ。付き合って結婚して何か変わった？いや変わんない、変わんない、うん、変わんない。願望ないの？いや俺は昔から30歳で結婚したいっていうのがずっとあった。そうなんや。え、嘘、遅い。平成、まあ一桁生まれの人にしては遅い。そっか、かみんな28とかで子供が欲しいとかいうレベルじゃん、うん。芸能始めててもなんか30歳ぐらいでは結婚したいなとか思ってたの、うん、まあ、まだにそう思ってたけど、もう気づいたら29。そうやから、あれ来年で俺結婚とかできんなと思って。で、りょうくんもしてるじゃん、うんうん、結婚なんか俺はまあできないのかなってちょっと思ってきてる。まあ別に結婚するのが正義ではないから、そう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 、したいんやったら、うん、頑張れって言うけど、子供も欲しいし、うん、どういう女性と私は結婚したらいいんですか。じゃあちょっとユダケンに女装してもらって。でもなんかそういう状況だったよね、大学の時はね。俺男と女だったら付き合ってたなみたいな。言ってた言ってたったよね。俺もなんか、あ、ユダケン彼女やったら本当におもろいし、飯うまいし、もういろいろやってくれるし、優しいし。家がね、あれだったもんね、たまりやすい家だったね、本当に。
ろいろあって大人になりました。ちょっと酔った。いや、なんかね、酔った顔してない？ちょっと酔った顔してるよね。俺ちょっとやばいんだ。俺ちょっと酔った。こんだけで。牛録第2弾がね、こうやってケチ企画やって、本当ずっと一緒におったね、うん、友達とかって、なんか一緒に YouTube 撮ったりとかできたんで、めちゃくちゃ、しかもうまいしね。いや、おいしそうでよかった。うまかったし。いや、よかったです。なんかすごい幸せな時間でした。見てくださった方もありがとうございました。ありがとうございました。それだけ、あの、ハイカロー食堂、はい、ハイカロー飯食堂の方からですね、やらせてもらってます。ぜひフォローとかね、はい、とかぜひしてお願いします。よろしくお願いいたします。ではまた、ニューログでお会いしましょう。ありがとうございました。